ジョン・ベラスケスはアメリカ合衆国の騎手、プエルトリコ出身。1988年6月、プエルトリコのジョッキースクールに入学。1990年に騎手としてのキャリアをスタートさせると、同年3月にはアンヘル・コルデロ・ジュニア騎手の勧めでプエルトリコを離れ、ニューヨーク州を拠点にアメリカ競馬で騎乗を始めた。1991年6月16日に、 プライベートマンでオハイオダービーを勝ち、重賞初制覇。1993年8月29日にアワードでセクレタリアとステイクスを勝ち、G1 初制覇を果たす。1995年ジャパンカップに出走するパークパサー機場のため来日するが、同馬は出走取り消しとなる。ジャパンカップ前日の11月25日。 インターナショナルジョッキーズ1で日本初起場を果たすが、発着に終わった。1996年、ヤングジョッキーズワールドチャンピオンシップに出場。3月2日のオープニングカップをアジア風神で勝ち、日本での初勝利を挙げる。翌3月3日のセレブレーションカップでも2着に入る、などの活躍を見せ、計52点を獲得するが、1998年、 11月7日にダホスでブリーダーズカップマイルを勝ち、ブリーダーズカップ初制覇。2004年7月29日に通算3000勝を達成。同年には初のリーディングジョッキーとなり、エクリプス賞最優秀機種にも選ばれた。2005年3月26日にロージズインメ名でドバイワールドカップを優勝。初めて北米以外の G1 を制した。この年もまた、 リーディングジョッキーとなり、エクリプス賞最優秀騎手に選ばれている。2007年6月9日に、ン馬のラグズ・トリッチズで、ベルモント・ステークスを勝ち、アメリカクラシック三冠競争発制派。2008年9月28日に通算4000賞を達成。2009年、ジョージ・ウルフ記念騎手賞を受賞した。2011年5月7日のケンタッキーダービーで、騎乗予定だった。 前年のエクリプス詳細優秀2歳胞場、アンクルモーが内臓の疾患により出走を取り消した。そこで、急遽、アニマルキングダムに帰乗することとなる。同馬に帰乗予定だったロビー・アルバラードが3日前に、負傷し、機種が不在となっていたためである。そしてそのアニマルキングダムに帰乗して、ケンタッキーダービー発制覇を果たした。また、同年12月。 第25回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場。シリーズ初出場を果たしたが4位に終わった。2012年4月23日にアメリカ競馬名誉の電動博物館の検証者に選出された。既婚者で息子が一人、娘が一人いる。妻のレオナはレオ・オブライエン長教師の娘。ありがとうございます。